はい、というわけで皆さんこんにちは、サントラです。ここはですね、 JR 北海道函館本線の手稲駅に来ております。朝の通勤通学ラッシュ、多くの人がですね改札を行き来しております。本日はですね、この手稲駅から札幌駅までとある列車にですね乗車していきたいと思います。というわけでですね、今回はこの手稲駅からホームライナーに乗ってですね札幌駅まで向かっていきたいと思います。それではですね、本日もよろしくお願いします。というわけで今回乗っていくのは7時51分発ホームライナー3号札幌行きです。ホームライナーといえばですね、 JR 東海のまあいろいろなホームライナーがありますけど、それを想像する方がまあ多いと思うんですけども、実はですね北海道にもホームライナーというのが1日3本だけあるんですね。ホームライナー札幌行きと書かれています。今回はですね、このホームライナーのグリーン車にですね今回は乗車していきたいと思います。それではですね、早速乗り込んでいきたいと思います。車内はですねこのようになっております。1プラス2の配列となっております。今回はですね1番 C で席を取っております。そしてですね、手稲駅をゆっくりとですね出発していきました。この先ですね、札幌駅までノンストップで走行していきます。それではですね、早速設備の紹介をしていきたいと思います。まあ、特急車両ということですね、背面テーブルがついております。さらにグリーン車ということですね、かなり大きなですねテーブルがついております。見てください、この大きなテーブル。そしてですね、フットレストがついています。このようにですね足を置くことができます。かなり快適ですよね。このようにですね、高さを調整することもできます。リクライニングを倒してみると、これはまたかなり倒れるんですね。そして枕もついております。かなり深くまで倒れるんですね。そしてですね、読書灯もついています。ボタンを押すとですね、こちら読書灯を使うことができます。そしてですね、まあ、カップホルダーもついています。ペットボトルとかをですねここにまあ差し込むんですね。そしてですね、今札幌駅に向けてまあ運転中なんですけども、結構ですねこの小樽っていうか手稲札幌間はですねかなり列車の本数がまあ多いということで、かなりですね前との列車間隔も詰まっており、このようにゆっくりのんびり走行しています。ここでですね、ホームライナーについてちょっと紹介していきたいと思います。ホームライナーというのはですね、まあ、格安でですね特急車両に乗れるという、まあ、そういう列車ではございますけども、初めてホームライナーが運行開始したのは1984年6月1日でございます。当時の国鉄がですね、ただ特急車両を改装するだけじゃまあもったいなくね、これ旅客営業した方が金入るんじゃねということですね、ホームライナーが運行開始しました。その後ですね、全国に拡大していきましたが、JR になってからはですね、ホームライナーより特急列車として運行した方が金入るなということでですね、どんどんホームライナーを衰退、特急列車がどんどん増えていくという形になりました。記憶が新しいのですとね、湘南ライナーが特急湘南になりましたよね。それでもですね、現在もホームライナーとして運行しているのは JR 東海の、まあ、静岡名古屋地区と、この JR 北海道の札幌手稲札幌間、これだけとなってしまいました。桑園駅手前ではですね、札沼線のですね路線と合流します。ちょうどですね札幌行きの普通列車がやってきました。これは UC とかついていないやつですね。桑園駅手前で並走という形になりました。とはいってもですね、この列車は桑園駅は通過ということですね、すぐに追い抜いてしまうことでしょう。予想通り普通にですね普通列車を追い抜いていきました。
あっちはですね、本当にもう混雑している車両の中でですね、きついきついと思いながら札幌駅に向かっている中、こちらはですねゆったりとグリーン車に乗ってですね札幌駅に向かっていると、まあ、こんな贅沢はありませんよ。今回はですねチケットレスで取ったんですけども、乗車券にプラス300ちょっと追加するだけでですね、こんなもう豪華な車両にですねもう乗れるなんてもう最高じゃないですか。というわけでですね、ゆっくりと札幌駅に到着をしました。この後はですね普通に特急列車として使用がされます。確か特急北東でしたっけ。この後は函館に向かっていきます。というわけで札幌駅に到着しました。ここからですね、見えましたか、ホームライナーから北東号に変わります。この後はですね約4時間かけて函館駅まで向かっていきます。僕は乗らないんですけどね。というわけで今回はですねここまで、今回もですねご視聴いただきましてありがとうございました。またですね次の動画でお会いしましょう。バイバイ。